こんにちは、エイブル岡山中央店の渡辺です。今日はレガリスト奥田本町2の物件を見に来ました。ここはエントランスでオートロックもついているような物件です。早速お部屋の方に行きましょう。雨とか風が入ってこないです。お部屋に行きます。はい、こちら玄関です。ここにシューズボックスがあります。わーっと上から下まで入ります。あとこれですね、これ服かけるフックみたいなのがついてます。ここですね、おしゃれです。はい、で玄関入ったら横にお手洗いがあります。どうぞ。ウォシュレット付きです。スタイリッシュな内装ですね。上にも棚がありますので、まあ、トイレの備品とか置いてもらったらと思います。はい、次キッチン、リビングダイニングです。はい、キッチンは二口のガスコンロです。で、収納とかも結構大きいですね。こんな感じで大容量です。で、あの蛇口もシングルレバーになってて、これも伸びるようになってます。あと上も、まあ、当たり前ですけど、上も開きます。じゃあ次は、リビング行きます。リビングは、8.2 畳なんで、ちょっとだけコンパクトです。これも、ちっちゃい机とか、ソファーとかは全然置けるかなと思います。ちょっとエアコンがついてて、これは室内物干しがついてます。これで引っ掛けていくような感じですね。次はバルコニーです。今日はあいにくの雨ですけど、まあ南向きなんで日当たりはいいと思われます。あとは給湯器です。追い炊きで、追い炊きとか自動のお湯張りとかいろいろメニューがあります。最新のやつですかね。あとこれはモニターホンです。一回オートロックがついてるんで、これで開けたりとか通話とかします。この物件は 1LDK なんで、ここがまあもう一部屋の部屋です。まあ主に寝室とかに使えるかなと思います。で、この寝室は収納があります。これですね、ウォークインクローゼットがあります。まあこことここと、あと上と、で下もまあなんか置いたりとかして、まあかなり大きいです。でちゃんと扉もついてるんで、ちゃんと隠せれるような感じですかね。これはだいぶありがたいですね。はい、次です。次、洗面所です。洗面台、これはこう収納がついてるタイプです。ここと、ここですね、大容量の収納付きの洗面台です。これもめっちゃ伸びます。こんな感じで、あと下も収納がついてます。こんな感じですね。
で、まあ、洗濯機置き場と上にラックがついてます。で、結構洗面所も広めです。結構スペースあります。あとお風呂です。お風呂は、追い炊き機能の分もついてます。で、ここですね、追い炊き機能もついてます。あと浴室の中からでも、これで設定とかだったりとかできます。あと浴室乾燥もついてるんで、まあ、梅雨の時期とかもカラッと洗濯物を乾かせれていいかなと思います。はい、これですね、暖房乾燥両風あります。使ってあげてください。動画のご案内を終わります。この動画がいいと思った人はチャンネル登録、いいねお願いします。また会いましょう。ありがとうございます。